こんにちは、ザスです。今回は金沢にあるマイステイズプレミア金沢というホテルに宿泊しました。出張先の金沢にですね、わざわざ家族が、会いに来てくれたのでした。家族と会うのも2週間ぶりぐらいで、一緒に過ごせるだけでも良かったです。金沢駅から10分ほど歩いたところでしょうか、ホテルに到着しました。しかしながら立派なエントランスですね。結構新しくてピカピカでした。さっきまでおらんかったんやな。この人たち待っといて。順番が来ましたのでチェックインします。クーポンだけで1万4000円分いただきました。チェックインが終わりましたので、お部屋へ向かいます。パパ行くよ。うん、上しかないやろ。結構至る所にこだわりを感じました。すごい。初めて見ました。何これ、なんかめっちゃかっこいい。ない。ない？うん。ないよ。うん。お風呂。お風呂ある。あ、温泉ではない。温泉ではない。あ、大浴場がない。大浴場ない？お部屋のお風呂だけ。説明なかったやろ。ほんまや。うん。ないよここ。あると思ってた。いつかさ、お風呂さ、楽しみやったのに。どっか入りに行く？いや、いい。冷水から。お、広っ。なんかベンチが、あ、ここに荷物置いてねえなんか。ほんで、これ、お茶セットがある。で、ということは、コーヒーが多分ある。ない、あった。お茶セットは、煎茶と紅茶がある。めちゃくちゃ広い。なんかおしゃれやな。こちらはモバイルの充電セットです。充電、そしてこっちがドライヤーですね。頭のとこにはコンセントがあります。最近流行りの USB ではありませんでした。で、独立式の冷暖房。一緒にね、姉ちゃんここ。こそ、こうやって。歯ブラシ。で、シャワーキャップ。見て、めっちゃ豪華。ひげ剃り。で、ああ、4人分全部ついてる。ああ。対側にもあること。
そうそう、これデッキが消せるんだよね。デッキ消せて、でソファー2つあって、でこれ空調機やっけ、名前あある。時間も時間なんで、ご飯を食べに行くことにしました。まあせっかくなんで外に食べ行くことにしました。そうそうそう、駅の東側いろいろあるんですけども、西側はまあこんな感じです。ホテルから15分ほど歩いた位置に有名じゃない方の市場があります。その辺りです。美味しそう。じゃあ牛タンに来た。でもママも牛タンちょっと高い。牛タンの方が、でもこんな高いの。あ、ステーキ定食やったらあれなのかな。3つ、これ塩ですよね。はい、塩コショウ、はい、塩コショウを3つと、はい、あと厚切り牛タンの特盛りステーキを2つ、はい、はい、以上です。楽しみやな。マスクしてる。大盛り無料だったんで頼んだらこの量が来ました。こんなに変わると思う。久しぶりの丼飯ってやつですね。いろいろと やばいね。あ、豚汁、これは美味しいな。牛タンをいただきました。めっちゃ美味しい。牛タンってこんな柔らかいの。おはようございますということで朝ごはんを食べに行きます。この時もう10時でですね、お部屋の清掃が始まってました。レストランは2階になります。マスクは必須、消毒して手袋をはめていきます。バイキングってでもここまでしないと気使いますね。種類はまあこんだけありました。もうちょっとゆっくり取れたらよかったんですけど、人も多かったんでなかなか取ることができませんでした。ということで取れてなかったので取れたものだけ。なんで食べる。もう11時を回ってますのでチェックアウトの準備をします。
ちゃん。ママ、一日で終わり。ちょっとずつ違う。お水残ってるけど、どうします？もういらんちゃん。一晩ありがとうございました。ということで、チェックアウトします。うわ、いっぱいいる。めっちゃいる。あ、こっち。じゃあちょっと荷物を出しといてもらって。ご視聴ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。励みになります。